ずっとハンモックで寝ていたシオンくんが降りてきます。シオンくんがアンズちゃんに叩かれています。ちょっとじゃれ系の叩きだけどね。ちゃんは興奮して扉から出てくるんだけど、ふって気づくと戻ります。この
感じだったらこうやってちょっとずつ外出るもよしかな。ただ触らせてくれないよね。あずさん、あ、触ってもらった。外まで行きましたが戻りました。おい、掃除しなきゃ。そして寝れました。うん。あんずちゃんはね、だいぶいい感じになってきてるね。うん。ただ、外に出てる間に触りたいんだけど、触らせてもらえません。入れ。外出てるの？思わず出ちゃう。追いかけて。でも、すぐに戻っちゃう。ケージの扉さえ開いてれば外でどっかに逃げ込むっていうことではなくて、さすがにやっぱり1ヶ月さケージの中にいるとケージの中が自分家なんだね。慣れてないけど出しちゃおうかって言って出したような覚えがあったね。あのなでなでとか、あ違うわ、なでなで最初からできちゃったんだ。でそうだね、できるんだけど心は許してないよみたいな態度だったんだよね。
棒でもダメなんだね。何回も繰り返してみようか。とりあえず今日は思わず1メーター出ちゃったっていうことでね。さあそろそろご飯ですかね。蓋は閉めますよ。